はい、こんにちは、沼木です。今日はですね、実験をやっていきたいと思います。なんかこれをインターネットで買ったんですね。なんかアメリカのやつ、テニスボールサーバーってやつですね。で、なんかこれをひねると中の空気が圧縮されて、ボールこうやって3つ入れれるんですよね。1、2、3。で、これをこうやってやると中で、よいしょ、圧縮されてボールの空気が抜けないっていう感じで売り出してるものになります。で、ちょっと興味あったんで僕の方も買ってみまして、で、これを買おうかなと思ってたんですけど、意外に大きくてあんまり使ってないんですけど、で、そこで思いついた実験があって、これをですね、どうでしょう、もう10日ぐらい3つのボールを入れたまま冷蔵庫で保管してました。で、まあこれは何やってたかっていうと、まあその空気の温度を下げた状態で圧縮をして、まあボールの中の空気もその冷蔵庫の温度ぐらいに到達させといて圧縮をしてる感じですね。で、何の実験かというと、温度によってこのボールの弾み方っていうのは大きく変わらないのかなと。で、変わるんだったらどのくらい変わるのかなっていうところが、まあ僕の方分かってないので、で、なんか多分こういう実験ってきっと誰もやってないのかなと思いましたし、まあちょっとこういうのも企画としてやってみようかなと思って今日トライをします。で、一応冷蔵庫で10日以上寝かせて、さらに最後は冷凍庫に一応15分ほど入れて、もう結構これがもう冷たい状態にして、今持ってきて1回目、この挨拶終わる前にちょっとその冷たい状態で1回目の計測をやりたかったので、とりあえずそれで、1回目やったのがこれですね。で、ちょっと僕の方も正確な位置が取れなかったので、まあそれは動画上で、ちゃんとスローにしてここまで上がってるよっていう感じで示していきます。でですね、一応これで多分5分前ぐらいにやったので、15分ぐらい置いてまたやってみようかなと。で、まあ30分、さらに30分置いた状態でやってみようかなと。で、一応1回だと不安なんで3回 ABC という感じでボールに名前をつけて分けて計測してます。まあこれが正直あんまり変わんないのであれば、まあ温度に対するボールの変化ってあんまりないのかなっていうところになりますし、これが大きく変わるんであれば、なんかその辺も一応頭に入れといたらもしかしたらいいのかなと。まあ冬はそうなったら、多分冬はちょっとボールが弾んで、夏はちょっとボールが弾まなくなるみたいな感じになるのかなという感じで予測ができますので、まあ、ちょっと実験ですね、今回はやっていきます。早速いきます。これですね、冷たいやつ、今一番冷たいやつです。これで A、B、C という感じで入ってます。まずは A からいきます。来ましたね。上から来ます。ドン。B、次 C。 おー、 C 跳ねた。もう一度 A に戻って、おー、 A も跳ねた。で、 B の2回目、C の2回目。また A に戻っていきます。3回目。
っていう感じで、一番冷たい状態ですねの計測今終了です。はい、それでは15分経ちましたので、2回目の計測いきます。ではいきます。で、もう結構きた。 B いきます。同じぐらい来てますね。 C いきます。A に戻ります。A 2回目。B 2回目。C 2回目。じゃあ A の3回目。じゃあ、あとまた15分後ですね。はい、それではまた15分経ちまして、30分目ですね。で、また A からいきます。じゃあ A の2回目。C。そしたら A の3回目ですね。で、B の3回目です。C ですね。3回目。よし、終わりました。で、ちょっと待ってる間にまた思いつきまして、最後一応3回は、温度によって弾み方が変わるでしょうかっていう感じだったんですけれども、これをちょっと濡らして、重くした状態、っていうのも検証したら面白いかなというところで、まあ今の3回 と、最後にこれをちょっと濡らして、まあ 2,3 回、弾まして、水をちょっと水気を取った状態で、再度やってみたらどういう検証結果になるかというところですね。まあ予想としてはやっぱり弾まなくなるでしょうね。重くなるので、っていう感じで思いますが、まあ、検証結果わかんないので一応それも検証してみます。ちょっと濡らしまして、一応なんか弾ますと、水のついてるところなんで、ボールが汚れそうなんで、ちょっとですね、まだ結構びちゃびちゃなんで、そうですね、ここから10分15分、これを、乾かしてた状態で計測にします。ではですね、若干湿り気のある状態で、測定の方行きます。それが A です。1回目。B。 C。
続いて A の3回目です。 A の3回目、 B の3回目で、いう感じで、ちょっとですね、計測がこの実際のメジャーわからなかったので、動画上でまた細かく検証してみます。で、まあ実感として C が一番弾むなという感じで思って、こうやってちょっと見てみるとですね、 C はやっぱりちょっと毛がないので、その分は弾むのかなという感じで、見た目にもよくわかりますね。 A が一番ボサボサの状態で、 B がそれよりは若干毛がないのかなと、でさらに C が、短い状態という感じの、ボール構成でした。まあ、また、検証結果は、文字によって、回答していくという感じで、今回は終わりです。